よいしょ。はい、お待たせしました、ミスタイムさん。あ、こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。どうも。音声がね、はい、ちょっとミュートになってるな。あ、音声ですね。ちょっと確認してみます。どうですか？聞こえますか？ミュート解除しました。こんにちは。あ、こんばんは。音声がね、はい、ちょっと入らないです。すみません。入らないですか？心がおかしいのかな？あ、音声入ってないですか？どうしてなんだろう。ミスは M さんの声聞こえてます。あ、声が聞こえるんだった。聞こえますか？聞こえます。はい、ミスター M さんの声聞こえますよ。あ、ありがとうございます。はい、今日はね、ミスター M さんとガチンコ対談。ガチンコ対談、よろしくお願いします。聞き取りにくいんです、すいません。ちょっと声出してもらっていいですか？あ、聞こえますか？あ、すごくよく聞こえるようになりました。ありがとうございます。あ、いえ、ありがとうございます。じゃあ、改めまして、ここからね、はいはい、始めさせていただきます。あ、わかりました。よろしくお願いします。ね、今日はい、お時間取っていただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ちょっとね、段取り前後しちゃった言い訳させてください。はい、あ、はい、私のね、はい、このホームジムからお届けした方が雰囲気出るかなと思って、はい。あ、なるほど。はい。一人で場所を今回回ってきたんで。はい、ありがとうございます。はい。はい、でね、今日は何名かの方、はい、6人ぐらい待機してくださったのかなと思うんですけど、はい、うん、特にね、椎の木康春くんが、はい、あ、椎の木さんなんか今回のガチ、はい、見ました？あ、ガチンコマッチクラブの、はい、あ、まだ見てないんです。宣伝の動画を撮ってくれたんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと拝見してなかったです、うん、はい、ありがたいですね。ありがたいです。じゃあ、はい、じゃあ今日ご参加の皆さん、本当改めましてこんばんは。皆さんこんばんは。本当に、はい、ね、ミスター M さん、実はですね、はいはい、こうやってリアルタイムでお話するの初めてということで、はいはい、あ、初めてですね。いや、お会いしたかったです、ね、ありがとうございます。お会いしたかったですね。はい、なんかね、逆にね、ね、逆にいつもビデオもらってるじゃないですか、はい、あ、そうですね、はい。だ、僕がね、なんか逆に、はい、おー、やっと会えたみたいな感じ、はい、まあ、毎日お会いしてる気はしてたんですけど、ビデオ越しに、ね、はい、うん、嬉しいです。ありがとうございます、ね、特にこうやってリアルタイムでやり取りできると、はい、感激もひとしおですね。そうですね、嬉しいですね、ありがとうございます。で、今日ね、はい、このライブに参加してくださった方、はい、結構いらっしゃる、嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、ではね、自己紹介の方から始めさせていただきますので、私がミスタイムさんに、はいはい、質問する形で、はい、で私が質問終わったら答えるような形でキャッチボールしていきましょう。あ、わかりました。よろしくお願いします、はい、それではですね、よろしくお願いします、はいはい、それではですね、改めましてミスタイムさんの紹介から入っていこうかと思いますけども、まずね、はい、お名前と年齢のあたりをちょっとよろしくお願いします。はい、はい、私はミスター M と申します。年齢は40代です。はい。40代になりました。はい。そうですね。はい、そうですね。はい。はい、まあ、いつも動画の方を見せていただいて、まあ、はい、例のスタートの下りのところでね、はい、私は、なんか、中年のマッチョになりたい中年の男です、みたいな言ってますんで。そうですね。最初に必ず言うようにして。はい、はい。このミスター M さんの声の感じっていうのはすごく心地よくって、はい、なんか、ありがとうございます。歌も歌われてましたけど、結構好きなんですか？そうですね、歌も好きですね、はい、やっぱり歌上手になろうと思ったら、はい、筋肉を鍛えていくと声が出やすくて有利だなって感じることあります、はい、そう、あるかもしれないですね。その息が持ったりとか、うん、そうですね、こう、うん、腹筋を使えているので、はいはい、感じますね。
ということは今日は、はい、カラオケ好きな人もちょっとマッチョ対談見てほしいなってことですね。はい、まあそうです。僕はあんま人前であんま歌うことないんですけど。はいはいはい。はい、そうです。歌好きな方であれば。はいはい。はい、じゃあミスター M さんは人前で歌わないそうなんで、ぜひね、はい、聞きたい方はミスター M さんがお風呂に入ってる時を、はい、狙って、はい、草葉の陰から聞いてみてください。はいはい、じゃあ次の質問ですね。はい、ご出身か現在のお住まいの場所っていうのはどのあたりですか？はい、やっぱ関東あたりですかね。あ、そうですね。出身は東京都なんですけども、うん、で現在は千葉県の方に住んでます。うん、はい、はい。じゃあ今結構緊急事態なんとかっていうので割と窮屈な感じなんですかね。はい、あ、今のところ僕の住んでる周りでは。まあ会社さんとかは影響出てるみたいなんですけども、うん、あ、そうですね、まあ普段の生活はそこまでは不便はないですね、うんうん、ないですか、はい、そうなんですよね、私は地方なんで広島の田舎町なんで、はい、あんまり変わんないです、はい、変わんないけど、はい、なんかその同調圧力みたいなのありますね、あんまり派手に遊んでると叱られそうな、あ、はいまあちょっと静かにはなったかなとは感じてます、街全体が。はい、ああ、やっぱり、はい、うん、まあ、自粛ムードですからね。そうですね。じゃあ、この自粛ムードのステイホームの時だからこそ、はい、筋肉鍛えていこうみたいな。あ、そうですね。鍛えていただければと思います。はい、はい、まあ、関東ね、東京とか千葉とかもいろいろと不自由もあると思いますけども、はい、じゃあ、次のね、質問に移りたいんですけども、はい、今回、その動画をね、はい、毎日更新されてるじゃないですか。まあ、そうですね。はい、うん。なんと130話を超えて、もう、はい、とてつもないところまで行きそうですけども、はい。このね、動画のテーマを、このパチンコマッチョクラブのシリーズにしたきっかけっていうのは、はい、なんか、動機とかあるんでしょうか？あ、きっかけです。はい。うん、私、今現在、個人事業主として、はいはい。やってるんですけども、はいはい、うんうん。まあ、その時に、やっぱその仕事の幅を、広げないといけないなと思ってて、うんうん、やっぱり収入の柱がいくつかあった方が、うんうん、まあ、今回のこういった騒動だったりとか、ね、あった時に準備しておかないとっていうのはずっと思っていて、うんうん、何をやろうかなと思った時に、まあ、ちょっと YouTube をやってみようっていうふうに考えまして、うんうん、はい、いいですね、うん、そうですね、うん、じゃあ YouTube の中で、はい、すみませんね、筋トレとか健康とかっていうテーマに絞った動機っていうのをこれからお話しいただけるんですかね。はい、あ、そうですね。すいません、よろしくお願いします。いや、とんでもよろしくお願いします。ありがとうございます。それで、その時に久保さんの、うん、はい、YouTube を、はい、拝見しまして、ええ、その時にこう YouTube を、YouTube で、YouTube を仕事にして稼ぐのであれば、うん、うん、その4つのジャンルで、うんうん、お金と仕事と恋愛と健康の4つの中からやるのが、うん、まあ、おすすめですよっていうことで、うん、そうですね、うん、動画を体験させていただきまして、うんうん、まあ、それから久保さんに興味を持つようになって、はい、速稼塾の方に、はい、入門させていただいて、はい、YouTube について学んでいきたいなっていうふうに思いまして、うんうんうん、入門させていただきました。はい。はい。そうですね。うんうん、はい、はい。なるほどね。はい、うん。そうですね。それで、うん、まあ、僕自身はこの4つの中で、うん、どれがこう向いているかとか、続けられるかなっていうのを考えたときに、うんうん、はい、まあそうですね、私の人生を振り返ったときに、はい、まあ、その筋トレでしたり、うん、そうですね、まあ、健康面に関しては、うん、まあ、興味を持ってやってきたっていうのもありますし、自分が持っている武器を使ってやったらいいんじゃないかと考えました。うんうん、そうですね。はい、で自分の武器を考えたときに、うんうん、まあ、私は今まで、まあ、大学生の時にビジネスに失敗して、はい、借金を2500万円作って、うん、で無一文になったり、
はいはい、強制労働10年間してきて、で、ね、そのうち、ま、ホームレスも5年間ほどやってきまして、うん、はい、で、そうですね、うん、ま、その中で、うん、何度か自ら命を絶とうかっていうふうに考えた時もあったんですけども、はいはい、その時にもう寝泊まりしてた公園の近くにあった鉄棒を発見しまして、はい、そこで、うん、懸垂をやり始めたんですね。なんか、なんかこう自分に負けたくなかったんだと思うんですけど、まあ、奮い立たせる意味でも、うん、なんかこう不安になったり、こう気持ちが落ち込んだりした時にも、なんかこう、はい、懸垂を、なんかがむしゃらによって、こう紛らわしてたっていうのもあったりして、まあ、その頃から筋トレとの、うん、まあ、付き合いっていうのもありまして、はい。そうですね。それで、うん、まあ、まあ、そんな風にやって、うんうん、まあ、10年間大変抜いて、はい、まあ、予約借金を、まあ、全額完済できたんですけども。はい、すごい。うん、はい、それから、うん、そうですね、そこから、まあ、20代最初にそういった状態になったんで、あ、10年経って、それで30代の前半ぐらいにようやく、うん、まあ、社会に復帰できたっていう形になりました。うん、はい、はい、で、なんか、うん、うん、まあ、それからそうですね、もう自分も就職もしたことなかったんで、はい、ですぐにできる日雇いの労働から始めて、うんうん、で、こう立て直そうと思って、人生の方、うん、うん、そうですね、そういったことをやってきて、うん、ようやく今個人事業主になるまでに至ったんですけども、うんうん、はい、うん、あと、まあ、筋トレに対する、うん、まあ、思いっていうのも、はい、うん、ま、というか、まあ、マッチに対する憧れっていうのは、ずっと昔か、まあ、高校生ぐらいからありまして、うん、で、きっかけが、高校2年生ぐらいの時に、はい、町の不良のヤンキーたちに、ちょっと、まあ、カツアゲをされてしまいましたね。はい、うん、それで、ちょっと、やっぱ、あまりの衝撃というか、悔しさが、はい、うん、ありまして、そこからこう男は強くならなければ、うん、愛とか、はい、ちょうどその頃K-1、格闘技の K-1 が、はいはいはい、初期の頃の一番流行り始めてた頃だったんで、あ、はいはい、アンディ・フグさんとか、いやー、そうですね、うん、アーネスト・ホーストさんとか、うん、はい、ピーター・アツさんとか、うん、佐竹さんとか、あ、うん、むちゃくちゃやってましたね。初期の頃、それで、その時にすごい、それを見て、うん、まあ、自分もこういうふうに強くなりたいなっていうふうに、うんうん、そこら辺からマッチョに対する憧れがもう強烈に自分の中に入ってきて、うん、そうです、うん、それでずっとこう、鍛えることに対する欲求が自分の中に生まれて、はい、うんうん、そういうのが、まあ、今も持ち続けてるんですけども、うん、あ、まあ、ずっとそういう憧れと、もっと自分に対して鍛えろっていう、うんうんうん、思いがこう、うん、ずっと止まらないですね。なんで、うん、まあ、ちょっと YouTube の方で話戻しますと、はいはい、まあ、そういった今までの経験と、うん、まあ、筋トレに対する思いとか、はい、あんまり今やってきたこととか、うんうん、うん、これだったら、まあ、テーマも健康っていうことで、うん、合ってますし、もう自分が続けられるんではないかなと思って、はい、選びました。うん、はい、ああ、なるほどね。はい、よくわかりました。きっと、そのミスター M さんは、はい、その、まあ、ヤンキーにカツアゲされたっていうところが、まあ、奮起するきっかけになったところもあったり、はい、そうです。で、K-1 とかを見てね、奮い立ったものもあり、はい、で、借金も跳ねのけて、ホームレスからも脱出してって、はい、いろんな困難をね、はい、やっぱりぶち破って今に至ると思うんですよ。そうですね。で、きっとね、今、
個人事業主でされてますから、その根性と、まあ、熱いね、マインドで、多分ビジネスもね、すごく突破していくと思うんですよね。はい。うん、で、今までその筋肉に対しての憧れっていうのがずっとこう消えないわけじゃないですか。そうですね、消えないですね。はい。で、それは私もね、なんかやり取りする中で、もう同じものをすごく感じて、はい。でも、正味40代になってくると、思ったように筋肉がつかないですよね。はい、あ、そうですね。もうそうですね、10代の頃、うん、そうですね、もうキックボクシングの、うん、プロテストを受けるとこまでは行ったので、うん、その頃、はい、ちょっと振り返ったりすると、つき方やっぱり、うん、あ、衰えてるなとか、つきづらいなって思いますね。で、確かにね、40代になってくると、相当ハードなトレーニングと食習慣を変えないと、やっぱり20代の頃の憧れの体って手に入んないと思うんですけど、はい、でも、正味ね、40代になってそこまで切り込むと、はい、今度は健康状態、はい、逆に壊すことにもなりかねないんで、はい、やっぱり40代のマッチョってものを作るとき、はい、ムキムキではない、スタローンではないけども、でも、はい、結構かっこいいじゃんみたいなところは十分実現できると思うんですよ。はい。で、おそらくね、ミスターアイムさんは、その、はい、そのなんかポジションがむちゃくちゃいいんだろうなと思うんですよ。体重100キロあって、はい。はい。で、1分ぐらいのトレーニングを繰り返すことによって、今、実際100話を超えたあたりから、なんか、胸の形変わってきてるじゃないですか、はい、腹筋の形が。そう、ちょっとずつ変わってきました。はい。ねえ。で、多分ね、私もそうなんですけども、そのぐらいはなんか手が届くと思うんですよ。みんな40代、はい、30代後半から40代、はい、50代前半とか。はい。でも、さすがに、この体は、やると今度は生命の危険とか、はい、なんか、家族と一緒に食事が取れなかったりとかして、いろんなことが出てくるので、はいはい、私は1分のね、毎日の動画を見ていて、はい、奮い立っていく部分が、本当ちょうど40代向けだなと思うんですよね。はいあ、なるほど。やっぱ怪我はやっぱりしたくないので、そうですね、そうですよね、うん、そこを一番気をつけないといけないなと思って、うん、やっぱり回復力も遅くなってきてるの で、 そうです、ね、やっぱり怪我をしないで長く続けるのが秘訣なのかなっていう思います、うん、そうなんですよね、はい、故障っていうのはもう元も子もないっていうか、はい、うん、その、はい、回復させる時間が思いのほか長かったり、はい、で元通りの自重のトレーニングもなかなかできなくなったりすると、本当にね、はい、取り返しつかなくなっちゃうんで、特に40代でしばらく、ね、回復に時間を数ヶ月使うと、はい、モチベーションまで下がってきちゃうんで、まあ、ちょっと期間を空けたりすると、そうですね。そういう意味で言うと、ミスター M さんのトレーニング方法っていうのは、はい、30代後半から50代前半にむちゃくちゃマッチしてるんですよ。特にお忙しくって、はい、お仕事されたりとか、はい、家族関係を保ちながら、ちょっとの時間で筋トレしたいなって方には、ものすごく飽きが来なくって、はい、メニューもたくさんあるし、あ、そうですね、食事やサプリメントや水の飲み方まで網羅されてるんで、はい、あ、そうですね、はい、うん、で、そこがね、私はミスター M さんのなんかこう、はい、持ち味でもあるし、はい、きっと追求をお願いすればもっともっと深いところまで行ってくれるんでしょうけども、でも今の動画のやったりは、はい、私とかね、私の周りにいる人はすごくね、向いてるそうなんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、このぐらいでやりたいみたいなのが、やっとあったみたいな、ね。なるほど。はい。まあ、僕はもう、こう、これから、こう、ステップアップしていこうかなっていうふうには考えてるんですけども、はい、そうですね。だから、こう、うん、徐々に、こう、うん、まあ、僕自身は、やっぱこう、高めていきたいっていう欲求がすごい、そうですね、抑えられないので、ですけど、まあ、視聴者の方のニーズとかも、無視しちゃいけないなっていうのはあるんで、はい。そうですね、少しずつこう、うん、自分がステップアップするのもお見せしながら、うん、できたらいいかなっていうふうに、思います、うん、まあ、きっとね、ミスター M さんは多分アスリート級のトレーニングとか、はい、マインドの作り方とか食生活まではもう、はい、マスターされてると思うんですけども、いきなりそれが動画で流れてくると、はい、僕はそうですね、全滅するんで、ちょっと、僕とは合わないかなとか思われてしまうかなっていうのやっぱり思ったので、うんうんうん、そうですね、まあ、でも今のね、動画の中で求める方には提供できるものいっぱいあるわけじゃないですか、はい、あ、そうですね、健康であるとか、その回復のためのコツとかね、食生活、はい、それから日々のトレーニングのスケジュールとか、ものすごく的確にされてると思いますし、はい、その中で一番最初の取っかかりとして1分でいいんだよってメッセージはむちゃくちゃ助かるんですよ、はい、やっぱりきっかけを掴んでいただきたいなっていうのが、やっぱこの周りでも筋トレをなかなか やりたくても続けられないとか、
いう方も結構 いるので、いらっしゃるので、うんうん、やっぱりあのこう短くてもできるっていうところで、うん、あのきっかけ作りに役立ってていただければなっていう思いもあって、ちょっとシリーズ化してみたんですけど、はい、むちゃくちゃいいと思います。で、ひょっとしたらね、例えば、はい、まあ我々多分今日見ているのは男性が多いと思うんですよ、はい、ね、男の子って、はい、ね、かっこよくパンチを打ちたいとかね、はい、ちょっとこう足を高く上げて回し蹴りをしたいみたいな欲求もあるんですよ、はい、これ何歳になっても、まあ、そうですね、もうありますね、はい、ね、だから K1 のアスリートをもうすごくね、はい、目指されていて、はい、今でもその情熱が消えないミスタイムさんだったら、はい、ひょっとしたらそういうのもちょっとこっそり教えてもらえるのかなって期待もあるんですよね。あ、なるほど、ね、40代でできる、はい、なんか前蹴りみたいなね。あ、なるほど、そうそう、2メートル上まで足は上がらないけど、はい、もうダメージ与えれるぐらいのかっこいい蹴りとかね、はい、こう拳を痛めないパンチみたいなね、はい、うん、やっぱ戦う男の気持ちって、はい、40になっても50になっても心の中にずっとあると思うんですよ。そうです ね、まあ、こうハングリー精神を忘れたくないなっていうのはあるんで、はい、うん、で、試しに、まあ、僕なんか、はい、いいやってやってみたら、はい、手が痛くなって気をちゃんと、ね、グローブ、はい、グローブをして手首を鍛えた後じゃないと、はい、拳出しちゃダメですよみたいなのね、はい、きちんと誘導してくれると思うんで、はい、その辺もね、今後、はい、なんかそのシークレットスペシャルコースみたいなのもありますし、はい、多分あると思うんで、はい、隠し玉が隠し玉がいろいろあると思うよ、はい、これ、ね、はい、考えてることもあるので、ね、はい、ありますよね、はい、そうですね、うん、だから取っかかりとして今ガチンコマッチクラブの毎日の動画更新ありますけども、はい、やっぱりね、あのちょっと一般の方にお見せしたら勘違いして怪我しちゃうかもしれないから、これはちょっと VIP のコースですよみたいな、ね、はい、限定公開のグループとか作ってらっしゃると思うんで、はい、それも今日ね、あの、はい、最後の方でちょびっと聞いてみたいと思うので、はい、後でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ3つ目の質問に戻りますね、はい、ミスター M さんから今見てくださってる方がいると思いますので、はいはい、これライブでも、はい、それから後ほど YouTube にもアップロードされるんで、はい、ミスター M さんからね、ちょっと自由な形でちょっとメッセージを視聴者さんに送ってもらいたいと思うんですよ。例えば健康とか、はい、あの頑丈な体に憧れてる方に特に、はい、なんか ありましたらよろしくお願いします。私しばらく黙りますので。すいません、じゃあ私からのメッセージということで、はい、はい、よろしいですか、はい、じゃあフリートーク気味で。わかりました、はい、じゃあ私からのメッセージです、うん、はい、改めましてガチンコマッチョクラブのミスター M です、うん、私はマッチョになりたい中年の男です。どうぞよろしくお願いします、はい、で私からのメッセージは、うん、そうですね、今ちょっとまあいろいろなことが私の人生ありまして、うん、ちょうど40代にまさしく40代っていうことで、うん、まあ、中年と呼ばれる、うん、まあまあ、自分がそうなるとはちょっと思ってなかったんですけども、もう一般的には中年と呼ばれる段階になって、はい、うん、そうですね、非常に人生について考えることがすごい多くなりました、うん、はい、まあ、特にこの年になりますと、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだったり身内の方が亡くなるっていう、あ、はい、まあ、人の死に直面することが多くなってきて、うんうん、そうですね、そうすると自分の人生についてすごい、うん、考えさせられることが多くてですね、はい、で、まあ、中年になった私が、うん、まあ、この先の人生っていうのは長くないかもしれないな、うん、長くないんじゃないかなっていうふうに思って、うん、はい、でそれを考えるとこう今の自分の状態と照らし合わせると、うん、なんか自分の人生何なのかなとか、なんかすごい怖くなったり、この先どうなるのかなとか、まだ僕自身はまだホームレスから、うんうん、まあ、復活しようっていうことではい、やってきまして、うん、まだ道の途中なんですけども、はい、これからどういうふうに生きていこうかっていうふうに
考えさせられました、うん、考えさせられました、うん、でその時に、まあ、振り返ると、うん、まあそうですね、あの、うん、そういうふうに若い時、まあ、借金あったり強制労働したり、うん、ホームレスしたりして、はい、まあ、それからこう、うん、まあ、自分、まあ、あの解放されてから、うん、30代前半から、まあ、自分の人生を立て直すためだけにほとんどの時間を使ってきて、うんうんうん、まあ、個人事業主まではたどり着いたんですけども、うんうん、なんか自分の本当のやりたいことって やってこれなかったなっていう思いがありました、うん、はい、なんでこの先このまま、うん、このまま行ってしまったら、うん、やりたいことやらないで終わるんじゃないかなっていうのがすごい強烈に、うん、感じまして、うんうん、怖いですよね。怖かったですね、すごい、うんうん、なんでもう思い切ってこれどうなるかは、まあこのまま行ってもうどうなるか分かんないんだから、思い切ってもう自分のやりたいことをやってみようっていうふうに、うん、気持ちをあの切り替えました、はい、うん、まあ、それで、まあ、もうあのとやっぱり僕が昔からのそのマッチョの憧れで、はい、鍛えたい欲求がもう今でも止まらなくて、うん、はい、またこれもう一回思いっきりやってみようっていうふうに決めました、うん、はい、それであの YouTube もやることによって、うん、まあ、自分自身のモチベーションにもなりますし、うんうん、まあ、あのもうやるんだったら、まあ、これをもしあの仕事にできるんであれば、うん、あの、まあ、誰かのお役に、まあ、自分のやりたいことで誰か、うん、誰かのお役に立てる仕事になるんじゃないかなと思って、うん、はい、あの、まあ、今も YouTube 続けられてる一番の要因になってるんですけども、うん、はい、はい、なんで、うん、そうですね、なんか嬉しいですよね。あ、 YouTube やってね、はい、コメントとか入るじゃないですか。あ、嬉しいですね。ね、もうやっぱりあの、そうですね、まあこんな僕でもあのコメントいただけたり、うん、リアクションをいただけるので、うん、すごい嬉しいですね。これね、あのもう感じてらっしゃると思いますけども、はい、今こんな僕でもって言うじゃないですか。はい。でも確実にね、やってみたらファンってついてるんですよ。はい、すごくないです。いや、すごいです。ね。はい。だって再生数が例えば3ぐらいでもうコメントついてるとかね。あ、もう入った時もうコメントが入った時すごい嬉しいですね。毎回毎回ですけど、はい、うん、はい、でコメントだけではなくてご質問いただいてね、はい、それに答える時の高揚感といいますか、はい、お役に立ってるなみたいな感じが多分、はい、ミスタイムさんのこの YouTube のアップロードを支えてる部分もあると思うんですよね。そうですね、今までにこうなかった感覚と言いますか、そうですね、うん、やっぱこう今までだとこう なんかこう決められた、うん、こう仕事をこう、まあ、こなすだけというか、はい、そういうような、まあ、わりかしそうなことが多かったんですけども、うん、お役に立ててるなっていうのを、うん、とても感じられるので、はい、嬉しく、まあ、嬉しいですね、初めてよかったなと思ってます、うん、はい、はい、うん、そうなんですよ、ミスタイムさんね、はい、きっと今までの例えば20代苦しかった時、30代辛かった時、これが実はね、はい、今、はい、なんとミスタイムさんのそういう人生が人の役に立ってるってむちゃくちゃ感動じゃないですか、これ。いや、嬉しいですね。ね、もう、はい、もう自分なんてもう消えてしまい、もう死んでしまいたいみたいなことも何回もあったはずなのに、そこで生きてたからこそ、はい、今人を助けられるっていうね、この YouTube ってプラットフォームで、はい、そうですね、なんかこれからもっとこう少しでも多くの方にお役に立てればいいかなというふうに思いますし、うん、まあ、うん、そうですね、まあ、あの一応こんな僕でも、うん、うん、まあもうあの完全に振り切って、うん、あのやりたいことをあの挑戦していこうっていうことでやってますんで、はい、まあ僕の、まあ、人生とか、うん、あの、まあ、とか、まあ、自分の配信している姿とかを見ていただいて、うん、まあ、
なんかいい年してこんなバカな親父がいるなみたいなふうに思ってもらってもなんか笑ってもらってもいいですし、なんかこんな、うん、悲惨な人生な人いるんだって思って、まあ、自分はじゃあまだ大丈夫かなとか、うん、ちょっと前向きに、あ、自分もじゃあちょっと頑張ってみようかなとか、うん、まあ、挑戦してみようかなっていうふうに思っていただける方がいれば、はい、うん、まあ、そういう形でもあのお役に立てればいいなと思ってます、はい、うん、そうですよね、はい、特にこれから今、はい、ものすごい世の中になっちゃったじゃないですか、急に 2,3 ヶ月で、はい、そうですね、できっとこれから会社もうまくいかなくて潰れちゃったりすると思いますし、はいはい、とにかく失業者むちゃくちゃ生まれるんですよ。そういう意味では、はい、おそらくね、はい、20代の頃にミスター M さんが過ごしてきた、はい、辛かった10年間をこれからね、はい、もしかしたら多くの方が、うん、迎えなければならないと思うんですよ、はい、これは確実に何人かの方、何十人何百人か分かんないですけども、職を失って収入失ってもしかしたら家族を抱えたままね、はい、すごい借金苦だとか生活苦に陥っちゃうことが考えられるんですよね、はい、でおそらくね、そういう方がこんな状況から本当に抜け出せるのか、本当に死んでしまった方がいいんじゃないかって時に、多分ミスタイムさんの今過ごしてきた、はい、ご経験がね、はい、ものすごく希望の光っていうか、あ、もしかしたらなんとかなるかもみたいになっていくと私ね思えるんですよ、はい、でその中でね、やっぱりミスタイムさんがその辛くてね苦しかった、本当に死んでしまいたいと思った中でも自分を鼓舞して自分を支えてくれたものってなんか何だったんですか、闘争心なのか、それとも理想の人生をつかみたいっていうことなのか、はい、なんか筋トレやってると全然モチベーションが変わったのか、はい、なんかその辺あの私も知りたいところなんで、あ、教えていただけたらと思うんですけども、はい、あ、わかりました、うん、それを僕気持ちとしては、うん、そう、負けたくないっていうのがすごい強くて、はい、どうしてそういう感情が、生まれてたのかっていうと、まあ、僕は格闘技に出会う前までは、うん、もう何をやってもこう自分に自信が持てなくて、あ、まあ、まあ小中高と、うんうん、あの、まあ、勉強もそんなできる方じゃないですし、うん、まあ、スポーツでも、うん、まあ、そんなにできる方じゃなかったんで、うん、まあ、ずっとあの自分に自信が持てなくて、はい、まあその、まあ、自分が頑張らなかったり努力しなかったりっていう弱い面もあって、うん、で、まあ、まあ、何かある、なんか大変なことがあるとこうずっと逃げてきた人生だったんですね、はい、うんうん、で、それで、その高校でカツアゲされたのを機に格闘技に出会って、はい、そこで取り組んだ時に、うん、初めて自分と向き合って、うん、あの一応自分の中では一つの小さな成功だったんですけども、はい、キックボクシングのプロテストに合格することが、うん、いや、すごい、できたんですね、うんうん、まあ、その時に、あ、まあ、ずっとこう逃げ続けて負け続けてきたけども、うん、自分は本当に、うん、まあ、全力でちゃんとやればできるんじゃないかなっていうふうに思えたんですね、うんうん、まあ、そのまあ、まあ、こと格闘技に関しては、はい、かもしれないんですけど、うんうん、まあ、それは、はい、でもやっぱその格闘技ね、はい、すごく、まあ、男の子なら憧れる分野だと思うんですよ、格闘技、はい、でもそこになかなかね挑戦しようっていうところまで、まあ、皆さんね、はい、いかないんですよ正直。でもそこを選んでね、しかもプロテストまで合格するぐらいの、はい、これ一種ねこう勝利を掴んでるわけなんですよね、ミスタイムさん、はい、うん、もちろんね世界チャンピオンになるみたいなすごい高いレベルのところにはいかなかったと思いますけども、そうですね、でもこれは、ね、はい、確実なる一つの勝利なわけなんですよ。何をやってもうまくいかなかったかもしれないけど、それうまくいかなかったことを全部帳消しにできるぐらいむちゃくちゃすごいことをされてると思うんですよね。自分の中では大きかったですね、うん、それが大きかったですよね、はい、そこの経験は。うん、だからきっとね今からすごくね苦しい人生を選ばないといけない方がこれから今年は生まれると思うんですけども、はい、そういう人の中にもきっとねこれだったら勝てるんじゃないかみたいなことをミスター M さんだったら見つけてあげれるんじゃないかなと思うんですよ。あ、なるほど、うん、はい、
辛かった人生を先に送ってる分だけ。はい。うん、だからそういう意味では、これからミスター M さんは、はい、ご自身のね、失敗ばっかりだった人生かもしれないけども、だからこそ、はい、同じような失敗してる方に、はい、勇気や励ましをむちゃくちゃ与えていけると思うんですよ。はい。まあ、そのためにも、はい、うん、YouTube をどんどん表現していただいて、はい、多くの方にね、気づいてもらうっていう意味でも、YouTube をこれからも続けていっていただきたいと思うんですけども、はい、ここでね、はい、4つ目の質問をね、私したいんですけども、はい、ガチンコマッチョクラブっていうのを始めて、はい、今、だいぶ油が乗ってきてるところなんですけども、はい、今後の目標なんてのはどんな感じで考えてらっしゃいます？あ、今後の目標は、はい、私はこれを仕事として捉えてますんで、うんうん、はい、やはり人のお役に立って、うん、収入を得るっていうところまで行きたいと考えてます。うん、はい。ですので、YouTube の、うん、収益化の条件である、うん、チャンネル登録者数が1000人、うん、で、動画の再生の総再生時間が4000時間と、うん、いうのをまずは目標としてやっていきたいと思ってます。うん、当面の目標ですね、それがね。そうですね。はい。はい、それはね、私もね、全面的にこれからも協力していきたいなと思うんですよ。はい。ありがとうございます。ね、まあ、少なくとも私もチャンネル登録者数は1万人を突破して今でも伸びてるんで、はい、こういった形でね、ミスター M さんの紹介といいますか、この今回のライブとか、それからいつも送っていただいている動画を紹介することによって、はい、やっぱりね、もう私のチャンネルって女性が6割なんで、実は。あ、そうなんです。あ、そうだったんです。女性が多かったりするんですよ。なるほど。あ、そうなんですね。でもまあ、ミスター M さんの、はい、ガチンコマッチョクラブが入ることによって、多分ね、はい、男性の視聴者さんも呼び込めてると思うんですよね。はい。うん、まあ、本当に少しずつ男性の方も増えてて、特に40代から50代の方が増えてるようなんで、はい、きっと、気が合う方が、だいぶこれから出会えていくのかなと思うんで、はい、まあ、私もね、ガチンコマッチョクラブの部員として迎えていただいてね、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、で、これからそのガチンコマッチョクラブをもう YouTube としては再生数を4000時間とか、はい、チャンネル登録1000はあるんですけども、はい、その他にね、はい、ガチンコマッチョクラブの中身、はい、コンテンツとして、はい、これをちょっと取り組んでいきたいぜみたいなのが、はい、なんか今すぐ思い浮かばないかもしれないけども、もしね、はい、今、はい、今日言葉だけでもいいんで、はい、まあ、妄想でもいいんで、こんなこと考えてるんだみたいなのがあったらちょっと聞いてみたいんですけども。はいはい、僕はこのガチンコマッチョクラブっていうのは、うん、僕が当時その学生時代ですね、大学生ぐらいの時に、うん、はい、TOKIO さんのおーガチンコが好きで、すごいもう毎週楽しみに見てて、うん、むちゃくちゃ面白かった。面白かったんで、そこからヒントを得て、うん、ちょっと、はい、ガチンコマッチョクラブっていう風にさせていただきたいんですけども、はい、まあ、それなんで、そこでもガチンコでもありましたけども、うん、ガチンコ僕のガチンコマッチョクラブでも、うん、クラブ生の方を募集していきたいなっていう風に考えてます。そのコンテンツの内容、うん、どういうことをやるかっていうのはちょっとまだぼんやりしてるんですけども、うん、はい、まあ、一緒に筋トレうん、したりと共有したりとか、まあ、情報、はい、健康に関する情報を共有したりとか、うんうん、なんかこう、はい、お悩みありましたら、まあ、僕なんかでよろしければお話伺ったりとか、うん、まあ、筋トレでも健康関係でも、まあ、うん、まあ、人生に関することでも構いませんので、うん、ご相談いただいたりとか、まあ、一緒に筋トレしたりとか、うん、そういうような場、はい、という意味で、ガチンコマッチョクラブのクラブ生募集っていうのをやってみたいと思っています。うんうん、ええ、そうですね。はい、もうそれはね、はい、もうすぐにでもやりたいぐらいですね。はい、ただ、今はほら、社会の風潮として集まってなんかやるっていうのは怒られそうなんで。はい、そうですね。だから、うん、はい。のやり方がこう、どういうふうにやろうかなっていう。だから、オンラインでどうにかできないかなとか考えたり。うん、したんですけども。そうですね。それはやっていかないといけないですね。はい、そうですね。はい。うん、ちょっと待ってよ。あ、はい。
ちょっとすみません。あ、はい、ちょっと、なんか、はい、電話がかかってきたんで、聞きました、今。すみません。スマホでやってるんで。ああ、そうなんです。はい、はい。じゃあ、これからガチンコマッチョクラブの募集もちょっと考えながら、はい、当面はオンラインで関わりを濃くしていくための、なんか LINE グループみたいなのを持ってるんですかね。はい、そういうのが必要になるかなと思いまして、うん、先日、LINE、ガチンコマッチョクラブの、うんうん、LINE の公式アカウントを、はい、開設しました。はい。ああ、なるほど。はい、はい。素晴らしい。はい。じゃあ、それはまた、はい。日々のやりとりの中で、はい。紹介していただけると。あ、そうですね。紹介もしようと思ってるんですけども、一応今、上げている YouTube の説明欄の方には、ちょっと詳細、載せるようにしましたんで、これから上がる、はいはい、動画に関しては、説明欄の方に、ガチンコマッチョクラブの LINE 公式アカウントっていうのをその詳細が書いてあるところを載せるようにしたんで、はい、そこをご覧いただければ、公式アカウントの URL が分かるようになってます。はい、それは素晴らしいですね。はい、ではですね、はい、そちらの方もこれから、はい、やり取りの中でそういうのも、はい、こうちょっと動画説明欄に何回も何回も載せていただいて、はい、これからね、見てくださる方にちょっと入っていただきたいですね。そうですね、筋トレとかダイエット、うん、まあ、人生相談でも構わないんですけども、はい、私にご質問、ご相談ありましたら、うん、登録していただいて、うん、メッセージをいただければ、うんうん、私が本気でお答えをしますので、はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、はい、ご覧いただいている皆さん、ミスター M さんにね、はい、ぜひメッセージの方を送っていただければ、もう忌憚なくね、送っていただければ、もうガチンコで答えてくれるということで、はい、これは心強いです。ガチンコで答えようと思います。特にね、皆さんね、借金の問題はね、100万、200万なんてもう、はい、ね、へのかっぱですから、2500万までだったら耐えれる人ですから。そうです。なんか、まあ、そこら辺の精神的なこととか、うん、そうですね。考え方とか。そうですね。そうですね。いや、なかなかね、借金2500万、500万から復活してくる人って少ないわけですから、はい、2500万抱える人も少ないわけですから。はい。ね、もう100万、200万の借金なんてもう任しとけって感じですよ、もう。まあ、そうですね。まあ、そうですね、うん。まあ、ある意味では、いい経験をしたのかなっていうふうに、ちょっと今、前向きに捉えるようにしています。はい。そうですね。はい。うん。まあ、二度としたくないですけどね。まあ、そうですね。したくないですけど。はい。はい。まあ、でもね、少々の借金でもう人生諦めることはないよと、大丈夫だよっていうふうな勇気を、はい、そういう苦しい時を送ってきたミスター M さんだからこそ、多くの方に伝えていけると思うんですよ。はい、その辺も込みでガチンコマッチクラブ、はい、ガチンコでいろいろね、Q&A をこれからもやっていただければと思います。はい、わかりました。はい、はい。それではまあ、そろそろね、終了の時間ということにさせていただきますけども、はい。今日、ライブやってみてどうでした？こうやって2人でやってみて。すごい楽しかったです。ね、またこれ、はい、ね、次もあるような感じしませんか？はい、ああ、ぜひ、よろしければ、お願いしたいです、はい。こちらこそお願いします。はい。ありがとうございます。私もね、はい、すごく面白かったですね。なんかこう、初めて会う気は全然しないっていうかね。そうですね。毎日僕もお会いしてる気は画面上ですけども、してますので、うん。はい。お会いできて嬉しかったです。こちらこそ本当に毎日送っていただけて、私もね、楽しみでね。はい、楽しみでしょうがないです。あ、いやよ。こちらこそありがとうございます。ね。私も同じ40代として、はい、こう、マッチョになりたいですからね。はい。こう水ダンベルとかね。あ、はい、はい。もう僕もね、その家を買ったらこれ絶対やろうと思ったら、もうあるんで。揃ってますね。ワクワクですよ、もう毎日。はい、ここに来たらやる気になるみたいな、ね。ああ、そう。なんか、揃ってると気持ちが変わりますね、なんかこう。そうですね。結構、うん、まあ、置いてあるだけでもなんかこう、気分が変わったりとか。そうなんですよ。はい。うん、なんか機材買うと使わないとなって気になるのと、あ、そうですね、しばらく使ってないとホコリかぶるんで、はいはい、あ、やってねえなみたいな反省にもなる、ね、そうですね、はい、はい、じゃあね、次回またね、はい、打ち合わせながら、
やらせていただきたいと思います。はい、で、ガチンコマッチョクラブの部員も、はい、もうね、はい、今オンライン上かもしれませんけども、少しずつ募集をしていきたいなと思います。はい、私もね、いろんな方に声かけさせていただきますんで、はい、ガチンコマッチョクラブ、はい、もう第1期生、指導みたいな感じで。そうですね。期生ってちょっと私ね、はい、お願いがあるんですよ、お願いが。はいはい、ぼんやりとしたお願いなんですけど、はい、ガチンコマッチョクラブで、はい、そのね、全国大会をね、はい、全国大会ですか、はい、うん、いいです、あの、はい、リングを借りて、あ、はい、全国大会です、まあ、骨折しない程度に、あ、本気で、あ、なるほど、ね、40代の格闘技って面白くないです、あ、なんかあの、親父ファイトとかいう、そう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 、そう、ジャンルありますよね、はい、はい、あんまり強い人はちょっとお断りして、はい、ちょっと本当にあの未経験の方ほ、うん、みたいな枠 で、 そうですね、はい、うん、はい、まあ、そういうのもね、なんかこう、お親父の格闘技中年、はい、なんかそこそこデブったところからトレーニングして、あ、そこそこ戦えるようになる面白そうです。ねえ、僕もそのね、はい、その、はい、リアルファイトっていうのは、その街中のストリートファイトはもうごめんこう盛りたいんですけども、はい、じゃスポーツとしてのね、試合を、はい、あの、残りの人生の中で1回か2回やってみたいんですよね、はい、恨みっこなしで。ああ、なるほど。はい、ね、だからそういうのも一つ目玉として、ガチンコマッチョクラブの、はい、この、なんですかね、まあ、メニューに入れていただくと嬉しいなと、ほのかに思っておりますので、はい、ちょっとこの片隅に入れながら。いや、すごい面白い企画だと思う。本当ですか。はい。はい、ね、うん、まあ、その中には、その、なんですかね、腹筋大会とか、腕立ち大会みたいな、怪我のしにくいやつとか、はい、腕立ち、いいですね、これね、アームレスリングとか、ね、はい。こう、幅がいろいろありますね、世の中いろいろ考えられると思うんで。はい、うん、面白そうですよね、その、面白そうですね、この前。はい、はい、バーベル持ち100キロとか110キロやってたでしょ。あ、何度かあれできるようになったね。だ、はい、あれの競争もみんなでこう、はい、ガチンコマッチクラブの中で誰が一番上げれるかみたいなのを試すんですよね、はいはい、うん、なんかその組手だけじゃなくて、はい、そのいろんな競い方ってあると思うんで、はい、そうですね、いろいろ、ね、あります、うん、あれだったらなんか動画のやり取りでも大会できそうじゃないか。あ、そうですね、動画で、ね、はい、オンライン大会もできます。オンライン大会ね、ガチンコの、うん、はい、うん、オンライン段階で大会できそうです、うん、はい、で、いろいろとこうやって2人で話してると、うん、やっぱいろいろと思いついちゃうんで、はい、ますます楽しくなりましたね。いやー、すごい楽しいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、はい、順番に、はい、視聴者さんに今日のちょっとお礼とお別れを言いながら締めていきたいと思いますんで、はい、私の方からね、ちょっとご挨拶していただきます。はい、今日はね、Zoom ライブに来ていただいたのと、あと YouTube ご覧の方ね、本当ありがとうございます。Mr. M さんと初めての対談させてもらいましたけども、ご覧のようにね、Mr. M さん、ちょっと照れながらなんですけども、ものすごく熱い思いで語ってくださった。そしていつものあのね、低くて渋い声が聞けたので、私もすごく嬉しいんですけども、ガチンコマッチクラブがね、ぜひ参加していただきたいと思います。で、私も参加させてもらうんで、一緒にマッチョになりましょう。40代の方、特にね、中年でお困りの方、先のこの10年先、20年先の健康を買うつもりで、ちょっとね、ガチンコマッチクラブ一緒に取り組んでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは、ミスター M さんのご挨拶もお願いします。今日、Zoom にお集まりの方、YouTube をご視聴の方、ご覧いただきまして、ありがとうございます。私なんかが始めた YouTube なんですけども、まあ、これから皆様のお役に 立てることを一番に考えて、真面目に取り組んでいこうと思ってますので、応援していただけると嬉しいです。はい、うん、で、皆様のお役に立てる、ま、ガチンコマッチョクラブであり続けたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、じゃあありがとうございました。今日はね、はい、ありがとうございます。さん、そしてお集まりいただいた方、深夜にもかかわらず本当にありがとうございます。どうもありがとうございます、ね、これからもこれ第2回第3回とやっていきたいと思いますので、その時またね、はい、お集まりください。ぜひよろしくお願いします。はい、ミスター M さんも今日はありがとうございました。それでは、どうもありがとうございました。クプさんもありがとうございました。ありがとうございました。あ、新野木君ありがとう。あ、重吉さんもありがとうございました。素晴らしい対談でしたって。あ、どうもありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、それではね、はい。